皆さんこんにちは。今思うことをお話ししてみたいと思います。私講演してるんですよね。みんなが知らなかったひどい現実、あるいは勘違いしていた事実、そういうことをお話ししたりしてます。で、その後ね、いろんな人の意見聞くんですね。サインしながら質問を受けたり、あるいはその後ちょっとしたミーティングでね、懇親会でお話ししたり。で、実はこんなことがありました。よくね、よく聞く、ほとんど8割9割はですね、いや知らなかった、びっくりした、いや感動した、私のできることからやります。で、私は何をしたらいいですかって言われる時にはですね、まず事実を知ってもらいたい、で、できることを始めてもらいたい、で、できれば広く伝えてもらいたいって言います。で、いや、もう今日の講演でだいぶ分かりましたよっていうことなんで、いや、それはありがとう。だけどね、やっぱり言葉で伝わったことって聞き間違いもあるし、勘違いもあるし、思ってたことと、こう解釈が違ってたりします。ですから、今日聞いたことは、ああ、知らなかった、びっくりした、うわー、もっと知りたいっていう、そっちを大事にして、分かったとかですね、というよりも、ああ、今まで分かっていなかったっていうことに気がついてほしい。で、自分で調べて、自分で感じて、で、自分で理解をしてやってほしい。なんか言われたからそうしたっていうんじゃなくてね。だから私よく言います。階段は足で上がったり下がったり、できたらコーヒーは飲まないで、で、できたら、紅茶を、あるいは日本のお茶を飲んでくださいとか、できたらバナナは食べないで柿なしリンゴを食べてくださいって言ったりします。で、それをそうなんだっていうふうに信じ込むことではなくて、大事なことは信じ込まないこと。だからよく僕は講演の時にですね、私の言うことを信じないでって言います。そうするとみんな「ええー!」ってびっくりします。で、なぜそういうかというとですね、みんな信じてきたことが問題だったわけですよ。原発は安全とかですね、エコはいいことだとかですね、フェアトレードはいいことだってみんな信じてきた。でも本当はそうじゃない。そんな簡単なものじゃない。例えば、洗剤もですね、粉石鹸はいいこと、合成洗剤は悪いこと、そうではないんですね。実は粉石鹸もですね、その原料が何で作られているか、ほとんどはですね、熱帯林を伐採したところの油やし、パームオイルにで作られているわけです。そのために膨大な、熱帯林が破壊されている現場を私は何度も見てきてます。ですから粉石鹸は森林破壊に非常に良くない。で、合成洗剤は水を汚すと言われてますけども、今の合成洗剤はそれほどでもない。いいんですか悪いんですかと聞くよりも、もっと自分で確かめることなんです。エコカーはいいんですかとか、太陽光発電はいいんですか。私は良くないと思う。なぜ良くないかっていうのは本にも書いてありますし、講演でも話してます。ですからそれをですね、どうぞ自分で確かめることなんです。今この話をするときにですね、私がその8割は何かしたい、どうしたらいい、だから僕は地球村の仲間になってほしい、あるいは募金をしてほしい、本を読んでほしいって言います。お金限られてるから、どれが一番おすすめですかというならば、私は間違いなくですね、地球村の仲間になってくださいと言います。で、それでもちょっと余裕があるんだけどもって言えばですね、本を読んでくださいって言います。で、もうちょっと余裕があるんだけどもだったら募金をしてください。私の優先順位はそういうことです。でですね、8割9割はそういう感じですけど、残る1割はですね、こんなことを言われます。高木さんの言ったことは全部理想で、そんなこと無理、その原発をやめたり戦争をやめたり無理で、非対立も無理、そんなこと無理っていう人がいます。で、そのことについてちょっとお話ししたいと思いますが、私の言ってることは理想なんです。で、理想だから無理ではなくて、理想に向けて努力しようよということを言ってるんです。その理想を持たないで、今その場でですね、損か得か、あるいは今この場で考えていくので、人間は間違ってきたわけです。理想を持とうよ。例えば核ゼロ、これを持とうよ。で、すぐ無理です。そう、すぐ無理、すぐは無理だけど、時間をかけてでもね、1年に1%でも1年に2%でも減らしていこうよ。とにかく
理想を持ってその方向に努力していく、それが人間の生き方じゃないかと思います。一見無理に思えるけどやってみようよ、すぐには無理だけどゆっくりやっていこうよ、理想だけども理想に向けて歩いていこうよ。ぜひこの気持ちを忘れないように。